はいどうしたんだこれはもうちょっと時間も時間なんであんまりここにスタ丼でカツ丼がというかスタ丼でカツ丼始まりましたはもうよく分からんよもうスタ丼はスタンじゃんスタってじゃあ何なんだって話になってくるじゃんスタ丼スタカツでしょ要はとんかつとあの肉が乗ってるってことですよカツ丼じゃないって多分ね 分かんないけど味も多分普通のカツ丼じゃないよあいつらがやってくるの人が手を出してはいけない領域までいったかもしれない丼さんは入ってきております<笑><笑>ぜひ丼ね、はい、スタミナめちゃくちゃつくと思いますの、ね、でぜ,ぜひ先週言いかけたやつ何ですか先週言いかけたあのー、たゴールドラッシュも最近ちょっと来てる <laughs> <わー> <laughs> すいませんうわ <laughs> 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 っうわ ゴールドラッシュ忘れてた。俺ゴールドラッシュがね、今ね、頭よじりすぎて。飯ラジオじゃねえんだよ、これ。ゴールドラッシュでさ、肉きてさ、もう1ポンドさ、ハンバーグきてさ、4つ並んでて、ほど普通のハンバーグじゃないのよ。ジャンクなのよ、なんか。分かるよ。食えば食うほど腹減るのよ。わかるよ、あれ。で、来てさ、 あの、なんかエプロン、なんかシートみたいな紙、紙紙ナプキンをさ、自分の前に掲げて油みたいなソース引っかからないよって言ってさ、ちょってさだいぶ角度つけてさ、三番側にさ、髪を寄せてさ床滑んなよ、本当とに自分でドリンク入れてさ、三番までさすれすれ、氷二個とかしたさすれすれまで入れてさ 絶対コーラ飲むもん。いや絶対コーラ飲んじゃうもん。もうやめてよゴールドラッシュもう行くわ、もう。行くよ、これはゴールドラッシュ。明日ダメじゃん。明日、名古屋か。名古屋から渋谷じゃん。渋谷だなぁ。渋谷ありますよ。無限大の近くにありますよ、ゴールドラッシュ。あるよね。しょっちゅう行くも、あそこ、俺。 新宿渋谷かまちょっと近々ですね行ける時に行きましょうちゃいますよこれはもうゴールドラッシュもねお願いいたしますメールはいどうもでラジオネームボー都民ゴールドラッシュが気になりオフィシャルサイトにアクセスしてみたらサーバーがダウンしていましたかよ多分この番組のせいだと思います 聞きました今、ブースでから。漏れた声。ブースから。斉藤さんかな誰かから。いましたよ。斉藤さんですね。すねねゴールドラッシュ。 言いましたなんかさなんかその前後に言葉ないと行きたいなゴールダッシュだったらね行きたくなるなゴールダッシュだったらけどゴールダッシュっていや技めじゃん早くも洗脳が始まっどうだろうなじゃゴールダッシュねどこに店舗があるか分かんないけどね地方の方はあんまり馴染みがないかもしれないけどぜひ東京に来る機会があったら食ってほしい飯の一つだったりす東京でいから なかなかあれなんですけど、本当、静岡の爽やかと、こっち、本当にサイト重くなってるんですか、たくさん、みんながこれ、そうか、知らないから、みんな、メシメシラジオじゃん、もう、これ、メシメシラジオで、エチエチラジオなんですよ、これは。メシメシラジオになってる、ゴールドラッシュね、確かに、何度もそれってなったのか。 あんま浸透しない申し訳ないですね、もうなんだろうね、拳ぐらいのが4つぐらい取ってくって、その一個一個がなんか、普通のハンバーグじゃない、ファミレスとかのハンバーグじゃない、なんか、ゴワゴワしてて、なんだろう、肉汁が、肉汁とかも異常に出て、なんかチーズのっけたりとかね、好きにしていいからね、ジャンクなハンバーガー、和風とかも一応あるし、おろしとかもできるし、大量のグリーンピース。 大量のグベーコンつけたり俺目玉焼きつけるかな僕も目玉焼きつけるかなチョリソもたまに調子乗ってああそうですかねもうむちゃくちゃやったらねいもほっでむちゃくちゃやったら2000円は超えてくる超めちゃくちゃやったらねただこのラジオ終わりの金曜日が一応カーキンが一応そういうデイゴールドデイゴールドデイだからで1ポンドがね安く そうね、1ポンドステーキっていうのが、あ、ステーキじゃん。1ポンドハン,ハンバーグっていうのが、まあ、目玉だよね。<ー> 1>, 1ポンドってどんぐらいなんですか ?450 円。450十ですか<ー>、うん。それだったら多分1200円とか1300円ぐらいですかぐらいで食えるね、うん、<な>マジで腹いっぱいになってもう、うん、たまんないですよ、慣れ、ね、マジ行きたくなってきた。えー、ラジオネーム、モールス。はい、はい、どうも。えー ゴールドラッシュあるある、うん、渋谷店に入る時のエレベーター怖すぎる。怖えのよ、怖えし、<ー>なんかたまたま。いいね、近くに住んでん。たまたま、うん、なんかイベントが同時にやってた時の。うん なんか怖い人たち一緒だから上下だねライブハウスが下あかのよ下だから上下だからのなんか入上シールみたいだから上下だから上下だあれがめっちゃ貼られてんのエレベーターにステッカーだらけだからあのエレベーターちょっと怖いよねあそこでいやあるアルバムね確かにのントにんかさヒカンの超怖いスタッツだらけの革ジャンの人と一緒にエレベーター乗ることになるあるあるあのめっちゃ狭いエレベーターゴールドラッシュはねそういうとこの方が盛り上がってる4人で牛乳みたいなエレベーターねもう一個ねあったんですよ 閉館ってあそこは落ち着いた店の雰囲気で池袋もあったんですよあそこもすごい落ち着いた雰囲気だったんですけどどっちも潰れちゃってあ池袋もないか多分新宿は残ってるのかな地下に入るやつねあれだよね東口出て左回りにあるときにあるんすけれどもまあどっちか まあでもそのあんまりテンポ数がないから明日もう入れなくなっちゃうねこれラッシュラッシュもう斎藤さんが並ぶでしょ絶対にゴールドラッシュゴールドラッシュっていいじさまよって目つぶって歩いてるゴールドラッシュて手前出して作り出すんじゃない自分でゴールドラッシュはをヤバすぎるラジオネーム未カレーの仕事しなくてもいいよ 8ランク上はもうさすがにカレーの仕事ないでしょいやいやカレーと乗り物の,の仕事っていうのはないんだけど別にそのジャンルとして8ランク上に行ったらさすがにさ、うん、自分の嫌いなものはもう食わなくていいしこの間カレー食ってませんでしたあのー、この間ロケでなんかカレー食ってたじゃないですかあのさーあれ 何なんですかその海上自衛隊のねロケ行かしてもらってねやっぱりそのカレーが有名だって言ってねお昼ご飯にカレー出してもらってねみんなパンパクだったあなたも食べてましたカレーねもう本当さ心苦しいんです僕だって何が丹精込めて作っていただきましたよカレーをさ向こうの方にたくさん入れてたよだから俺はもう一応さ残すわけにいかないからかといってさ もう、白飯だけっていうボケもできんじゃん。うん。炭性米で作ってきたから、作っていただいたんで。だから、一応その、あの、500円玉ぐらいは入れましたよ。それで、だいぶね、失礼失礼なんだけど、でも。ボケみたいになってる。じゃでも、でも、半分入れたら残すから、米も。それはもう。いや、それはそうだよね。染み込んじゃうから。うん。俺は、ちょっと500円玉で食える味を一応、 作っていただいたんでカレー皿に半分米をちゃんと盛り五百500円玉ぐらいのルーを入れ <laughs> だいぶ失礼な見た目になってたけど <laughs> こいつなんだよこういうボケとして何笑い取ろうとしてんじゃんみたいななっ,ってたその怪の人がでさ<な>もう食えるもんだと思ってんの最近ねようやく伝わりやすい例えが出てきたのがやっぱパクチーだよね<ー>やっぱパクチー食えない人は分かるように、うん、例えとして分かりやすいよねパクチーはさもう食えんじゃん食えない人は いやでも、そのさ、食え、食えないよ。その食えないけど、食えるじゃん。その、押し込むことはできるじゃん。喉から押し込んで。その、な、なんて言えばいいのかな。食,食いたくないと、食いたくないっていう状態あるじゃん。<ー>か食えないか、毒は食えないじゃん、絶対。<ー>食いたくないじゃん。カレーも、パ、うん、クチーも。だから、そういう、食ってくださいになるのよ、そう。 いけるっしょっていう細かいことを言うとさ他の嫌いなもんと違ってカレーってずーっと残んのよ口の中に味がそうなの匂いとずーっとねちょっと調子悪くなるのよどうなの気持ちが悪くなるってことうーんあんま良くない感じになるかなそこがねなんかね曖昧だからやっぱりそのディレクターさんとかもね食ったらみたいな先に言ってんの食えないですよっていうのは言ってるよ言ってる言ってる言ってるずっとでも 信じられないんだろうねだってみんなカレー好きだもんそんな食えないわけないあんな美味しいもん癖 <laughs> もなくそもそも日本の食い物じゃないからいやもうあれは日本の食い物よいやそもそもあれじゃないですからねそもそも皆さん今言ってるカレーっていうのはあ,のあっちのシャバシャバのやつじゃないですからね、うん、あの手で食うあれじゃないっすよその、うん、バターチキンカレーとかさ、うん、ああいうのじゃないですからね 普通の家のあの黄土色のやつが野田は食えないって言ってるんでそれ信じられないんですよ私たちは基本的に俺米になんかああいうルーって、うん、いうか、うん、ああいう支柱系のものが入ってる状態がもう無理なんですよまずそもそもね、まあ、林ライスもそうだし、うん、あ林ライスも無理なの無理です林ライスはだって別に全然違うじゃんカレーと味は なんあなたのさその説ではあれじゃんスパイスがダメなんだみたいなことじゃん,んですよ自分はでも林ライスはそういう感じじゃないじゃんそうなんですよでも、うん、あのルーなんだろうねルーみたいのがかかってる状態がもう苦手なんですよねまず林ライスは中華丼は中華あそうあ<ん>中華丼も苦手ですねあそうえじゃああれはス下丼の最後の方は スタードンの最後の方はうめえに決まってるんだよ。だからか。あれもなんか一緒じゃんか、さなめんなマジでさ。なめんなマジでじゃなくて。おかしなこと言うな。一緒じゃん。米に液体がこう絡まってるっていう意味では、一緒じゃん変。変なこと言うな変なことは言うないじゃねえ。おめえだよ。一貫性がないのよ。いや、まあ基本的には、向こうの料理は苦手です。まず。 一つ言たね、だから違う,うそもそもハヤシライスが苦手とカレーが苦手はまたちょっと別、ね、俺,の俺の苦手なものは大量にあるんで、うんうん、まあそうだねうえ、ん、っとだからカレーっていうのはスパイスプラスその米と液体が一緒にあるっていうのの,の合,わせ、ね、で合わせ技でかなり嫌いなんですよ、うんうん、でハヤシライスは米になんかそういうのが入ってるから結構嫌いちょい嫌いも実はめっちゃありますからね <laughs> ちょい嫌いはもういいですよ頑張って食えや <laughs> 栗ご飯とかも苦手る知らねえよ <laughs> <laughs> 栗ご飯ととかかも苦手る栗ごご飯飯なんでですか栗栗とご飯が入ってるのかもちょっと意味が分かんないけどそのさもう本当は分かんないよねこれ人のどのぐらい食えないかっていうのは、うん、僕も栗ご飯そんななのよ<ー>これと一緒ぐらいなのあかもしんないじゃあそのでも、ま、出されてじゃあ食、まうん、絶対食ってくださいだったら食う、うん、いや絶対じゃなくて えっと、飯屋に行って、じゃあ、白飯と栗ご飯、秋ね、秋の、本当と、10月とかに、定食屋行って、うん、白ご飯か栗ご飯選べますって言ったら、うん、ちっちゃい茶碗で、一、うん、回は栗ご飯食べるじゃんっていうぐらい、僕は。<ー>白、栗、白、白とかで、っていう感じ。 俺、精<そ>出さんな。あ、食わん。食わんねあ、じゃあ、ちょっと僕よりは嫌いだね。あ<ー>あ<ー>。栗、どけてたもんだって、俺、子供の時、本当栗ご飯で。食うなよ。じゃ出されるから、だってさ。子供の時。<laughs> 家で。なんてことしてくれたんだって思う、俺、栗ご飯出された時。ご飯に、あんな美味しい白飯に <laughs>、栗入れられてさ。<laughs> なんてことしてくれたんだ、<laughs> お前。なんでなんだよ。まあまあまあま僕は若干わかるその、栗ご飯っていうのはあってないと思う。う そうだね。正直ね。栗と米っていうのは合ってないよね。なんか、季節の食い物として一緒にされてるけど。無理やりだよね。無理やりすぎる。たけのこご飯とかにはやっぱり勝ててない。とも勝てないよね。うん、申し訳ないけども。あと、あとちょっと、ちょっと嫌いなやつは。数の子。知らなかったな。数の子ちょっと苦手。数の子ちょっと苦手ですね。えっと、寿司、スーパーで寿司のパックがあって、数の子が1個入ってたら、 いつ食べはする残す食べないね。あ、残す残すかも。あ、そう、うん。じゃあ結構嫌いだね。結構嫌い数の子は。最初に食べちゃうぐらいだったらいいけど。うーん。なんだろうね、あれもちょっと味が苦手かな、あれは。味が嫌だ。うーん。ところてん。ところてん。ほとんど出ないやつばっかり <laughs> カズドコとかトコテンとか <laughs> 言わなくていいよ。じゃあもうやめよ野菜が苦手でも、まあ言ったじゃん。野菜が苦手だから、知ってるよ若干冷やし中華ちょっと苦手になって <laughs> やっぱ、ちょっと、ちょっとで、ね、本当にちょっと食う。出されたら出されたら食う。出されたら食うみんな。出されたら食う。みんなそのレベルなのよ。出されたら食うけど、まあ、極力。 出会わない人生でありたいっていうのはあるかな。冷やし中華、うん、あ,あ、そう、珍しいね。冷やし中華嫌いな人初めて。ま嫌いっていうほどなんだけどね。野菜でしょ、だから。ま野菜が良くない。ハムと卵の冷やし中華だったら出す。食う、食う、全然食う。もうじゃあ言わなくてハムと卵いらない。麺だけだったら食うね、本当に。なんでハムと卵いらねいんだなんか嫌なのよ。ハムと卵、冷やし中華における。 わかりませんねちょっと、うん、そのあ合わないですやっぱりうん飯情報が一つありましてあーもうこの番組は「飯飯ラジオ」にはい、ね、飯情報がちょっとありまして、はいえー、ファミチキがお値段そのままで40%増量中でございますそうだろお前40%<皆様> <laughs> もう時間内でさらっといかしてくださいこれ <laughs> とんでもないバスかかってるよ40%って <laughs> ないよ普通チートですチートじゃ5秒しかかかんないバフよファミチキファミチキのチートです分かかった時のバフのやァミ段そのままで増量するチートですい。とんでもないことですファミリーマートが40周年記念ということでやってくれてるらしいですよファミチキのみですかこれいろんなホットスナックファミチキのみじゃなくてもうほぼ全部スパイシーチキンもですかスパイシーチキンもじゃないですかそりゃマジかあなたは何食べるんですかスパイシーチキン スパイシー、ね、チキンすごいな、うん、それどうすごいことじゃないですかだって分かんない人工場の生産とかするわけじゃないですか生産ラインも全て変えてるんですかね変えてるとか,うかもうあらかじめこれを想定してるのか大きさを変えるパパってこう数字をこう入力したら40%増量にできるような機械なのかね袋とかどうしてるんですかねはみ出ちゃってんのはみ出ちゃってだってあのさ折り曲げる遊びがさ少なくなってますよ、うん、多分。

走ってその一回見に来てうんそのあの聞きながらよ聞きながらちょっと,焼きとかは違うかホットスナックになんないかホットスナック焼き鳥も40%増量走って<え>みんな聞きながら <laughs> 聞きながら何か走って情報得てぜひ <laughs> <laughs>、うん、早く、うんうん、お願いいたしますというわけでじゃあもう行きましょうかねはいラジオネームひよってるやつはい <laughs> マジラブの二人、はい、僕 マンションの一階がファミマなので、今走って見てきましたはよ。ありがとう。早 <laughs> や。ありがとう。ごめんね。<っ>本当。や,や,やつ、ありがとう。ありがとうな。ええー。忘れてたんですが、今の時間、めちゃめちゃ清掃中でした。うん、ああ、ごめん。うわ <laughs>、そうだった。<laughs> そう。 店員さんにいつ終わるか聞いたら6時だって言われました聞いてもくれてんのですのでもう少々お待ちくださいごめん6時終わってんな待ってくれよなんでそこまでしてくれんのこいつパッシリだなごめんねホント4時半で終わんのよこの番組心の底からパッシリなやつ現れたぞ、うん、それ以降あのど DM とかで伝えてくれんのかなひよってるやついいのよ Twitter の DM とかそこまでは言ってないひよってんな全然そこまで言ってないから変われ そそでもりがとにありがとうありがとうでも1階がファミマっていいのはいいねいいいいとも住んでますねねいいですよファミマ1階にあったらあ、わからずかね写真撮った人とかもいないかホットスナックね十40%ですもんね40%はもう見てわかりますよ間違いなくわかるよ40%なんてねえっと1 0 0百そうだね1.5倍に近いもんね ラジオネーム、はいえー、ピピールッピー、えー、ファミチキ今日食べましたお<う>こんなことなら写真撮っておけばよかったです<ー>、えー、大きさですが、うん、マジで言い過ぎなんですけど、うんえー、ビート版くらいありました <laughs> 言い過ぎだよ <laughs> 僕は本当に使い物にならない人間です <laughs> そんな卑下することないよな <laughs> んて言えばいいその大きさの感覚が人と違うだけで <laughs> もう積んでるじゃん俺ら <laughs> 言えることがないじゃん反省もしちゃってるし <laughs> 自己嫌悪までいっちゃってるから <laughs>、うん でもそのマジで E3 なんですけどっていう自覚にも満ち溢れてるし、うん、その結構<で>その防御がすごいねで超嘘だし攻めれないビート版くらいあるわけないしめもうダメよこんなメな,な,いないのと同じよこのメールこの人この人面白いねピピルピー使い物にならない人間ね,使い,いね使い物にならないメール本当。 ピピールッピのどのぐらい大きかったかっていうのを聞きたいもんねな、うんか <laughs> こういろいろスタドも大盛りにしたらこうなってましたとかちょっとさっきのひよってるやつもなんか変だし、うん、ちょっと変なリスナーが増えてきたちょっとなんかう,うまいうまいよねなんか,なんかよくない、うん こに漏れ出したんかなこのラジオ喧嘩もさせてくれないみたいなこっちに何もすることができないお前らいい加減しろもう送ってくんのやとか言わせてくれないこのメールを選んだ時点で積んでるっていうかうまいしさすがですねすごいもう賢い知恵をつけていますね皆さんすごいですリスナーが強いですこのラジオははいありがとうねメールはねいやあのさ結構最近ずっとさ あのの鍋食ってんよなんか各所で聞くなそれうん別に俺鍋とか全然こだわりないけど普通に低カロリーでサクッと栄養取れるからダイエットにもなるダイエットにもなるし体にもいいんで要はスーパー行く機会増えたんですけどまあその普段行ってるスーパーは家の近くにあるのはオーケストアなんですけども素晴らしいですいい安くて品揃え豊富ででオーケストア行って

考えて分らいいいいけばやいいんだけどまあうんどうしようかなって思ってあれんか急にねそのお店が現れたのよ目の前にあったんでしょもともとは分からん気づいたってこと分からん俺は諸説あると思ってんだけど そのお俺が条件満たして現れた可能性があるんだけど見え,見えるようになった可能性があってその日に立ったのかいくつかの条件があった、うん、必要だったのか,かどこですか成城石そんなとこじゃねえよ <laughs> そんなとこじゃない成城石見えてるそ,そんなの見えてるよお前成城石見えてるの見えてるよそのあるだろうそのルミネ新宿の,あの東南口の手前に、まあ、あれ気づいてたのお前 ああの存在に気づいいいててたたっうか買物もしことるよ嘘だろお前成城石で買った i p パン n 買ったことあるよマジであるある全然あるよいや何あの OK ストアよりも俺成城石の方が近いんすよあそれはおかしいねおかしいよねそれはおかしいだから俺条件を満たして現れたんじゃないかって思ってんのよ成城石はあるのは分かっててあるけどちょっと高い ちょっっと高いいてだからオーケーに行ってるっていうのなら分かるけどその見えてもないってどういうことなのなんかその要は認識できないようになってる条件を満たしないと、うん、なんつのあるんだけど、うん、まあ要は「ハンター×ハンターの」うん、あのー存在感完全になくすみたいな、うん、あるんだけど、うん、そのもう認識することができないみたいな状態になってたと思う成城、うん、石井が。で やっぱ優勝して収入が増えたことによって何かしらこの7月にの何かで俺は条件を満たしたなと思う成城石収入と収入とか生活態度生活態度活あと洋服もお客さんからもらうようになって <laughs> 綺麗になった綺麗になったから何かしらの条件が全て達成されて正常石に入れるようになってた <laughs> そんな店じゃないのよ <laughs> そんな店じゃないです そこに入っていく人消えてったもんううったっその前は。<laughs> 俺が条件満たす前はその店に入っていく人はどんどん消えてってたからどこに行ったんだろうと思ってたあ、清浄石井に入ってたんだって清浄石井に入ってたんそういうとこじゃないですからね誰でも入ってまぐちは広いです全クリナートに行てる場所ですよようやくそんなとこじゃないから誰でもが楽しめる素敵なスーパーでございますんでね入っていいなんて思わないでしょ清浄石井になんかだから行ってるっつってんじゃん僕は行ってたの。入ったの入った買ったの 買った買うもんあったで買ったいパン買ったっつってんじゃんカッチカチパンパンあそこでえ新宿とか新宿のあそこうんえニューデイズじゃなくて <laughs> ニューデイズも行くことはあるけど正常そのその商品にハマってた時期があるからその時は正常城石にしか売ってないからそう言ってたよだってさ中央線で降りてさ、うん、ルミネに行く途中にさ、うん、絶対ニューデイズよりよりかは正常石の方が近いんですよ、うん 千王線の場合はそうだね、うん、一番近い道で行ったら成城石の隣に通るからね俺ニューデイズはしごしたことあるからな <laughs> 新宿駅で <laughs> なんではしごする必要があるないあれもある買いたいもんもこっちねえなみたいな何を探してんの <laughs> あってそれ、うん、探しまくってた時あったけど成城石にしか売ってないものがある場合はそりゃ行くしかないじゃんそんななってやっぱその俺らの知らないスーパーじゃん、うん、成城石ってその配置もしなんか全部知らないくなってないなんか 普通ののスーパーパではないものがたくさんん売られてるじゃんそうだね高い位置に置いてあったりとかねそうそうそうそ<の>お前そんなも全部わかんの,その全部はそのなんていうのかなそのスーパーとしての成城石は僕は正直あんまり行ったことはないから、うん、<の>あれえってかあれ近所にあんのいや高円寺にやっぱね成城石ないのよ多分誰もさそのや,そやっぱ誰も行けんっていう言い方はよくないけどやっぱりその高円寺にあるとしてはちょっとあれなんでそんな遠くまで行かなくていいその中野とかさ、うん はいいや,いやそ遠、遠くまで行く必要ないじゃん中野とかえ新中野にあるの新中野って丸の内線のだよねそないんじゃない多分見たことはないかなあそうえ中野は中野は多分ないんじゃない分かんないけど見たことないけどあそう、うん、ええー、そうなんだ、うん、探してみたらもうちょい中野新中野あたりでなんでいや家の近くにあった方がいいだろう <laughs> 家はです何どういうこということしつけえな家は高円寺ってしつけえよおめえはよ本気で言ってるの高円寺に家はあるよお前しつけえな先週さラジオ終わってさまあそのまま帰ろうと思ってさエレベーター乗ろうとしたらさ斎藤 D がさ斎藤 すごいニヤニヤしながら俺の肩トントンして「野田さんこれ見てください」っつって「お前のタクシーチケット見せてきたのよ」「タクシーチケットってこの日本放送から目的地の場所書いてあんだよ」「野田さん見てください」「新中野」って書いてますようるせえよほんとにほっとけよそんなもん「やつやってますね」ってやつやってますね」ラジオネームおはよう金曜日」 ファミチキのお値段増量キャンペーンですがお値段増量お値段っていうか増量かお値段増量で増量キですがお肉増量キャンペーンですねですがファミチキだけでなくホットスナックサラダサンドイッチなど夏場に需要が集まるメニュー20品が対象らしいマジでサラダとかもクソ変態の駒場さん並みに変態です 山場並みにえクソ変態にもうなっちゃったっクソ変クソ変態ボーイ謝っとかないと後で<ー>クソ変態ボーイでもサラダとかもいいなサンドイッチサンドイッチは何を増量してんだろうね中の具とかなのかな普通にパンもでかくなってるのかなファミマは、うん、えっとあの三角のサンドイッチ具がありましたっけ なんか個人、うん、なんかちょっと手作りっぽいやつはないかいや手作りっぽいやつはないローソンだけかサラダ、まあ、サンドイッチとかあの袋に入ってる三角形のやつがもう一セット増えてるってこと、うん、えどうえどう…具が増量でパンパンに入ってるってことかな超,超食いてるこれめっちゃ見ないと分かんねえな20品対象だから結構よ明日の昼飯決まっちゃった私そうだなサンドイッチとファミチキとつくねでもう最高じゃん最強だなうもうおなかパンパンになるんじゃない いやこれ見,てーなー見ときたいなこれラジオ終わりだったらさ1時間ぐらい待たなきゃいけないじゃんホットスナック並ぶまでマジ見てホットスナック無理でもちょっとサンドイッチはこの時間ならあるかもしれんなちょっとなんだっけひよっひよっひよってるみたいなこうひよってるやつ <laughs> ひよってるやつ、聞こえるい <laughs>、まあ、けたらでいいからな <laughs> <laughs> あと一応念のためピピルフィも言っとけ <laughs> <laughs> 使い物にならないとしてもいい。いいですいいですもうちょっとむちゃくちゃなこと言ってくるんであ,あ 一応 <laughs> 行っとこああ、サンドイッチの大きさ確かにでも残ってるかな<ー>この時間どうかなラジオネームロイド、はい、えー、高円寺だけファミチキめっちゃちっちゃかったら受けますよね、うん、二度と食ってくるん、ね、お前 <laughs> なんだこいつ<ー>ロイドもう別にねウケねえよ別に、ま、い,い,いいじゃん別関係ないんだからあるよホントに高円寺背負ってね私やってんだから高円寺そんなふうに言われたら僕はもう許せないよロイドあ,あれお前高円寺 T シャツ捨てた <laughs> 捨ててねえよ最近見ないけどなんか <laughs> あるあるはあるよあるはあるけどもそう一応そ,そうよそ別に高円寺住んでないから変えたとかそういうことじゃないのよまあとにかく確認してこいよ新中のねファミマとかですけど <laughs> あるのどうせ何かオウム街道とかに それファミはあるけども、うん、そそう高円寺のやつ行ってくるよ高円寺のファミリそんなバカにされたら、うん、そんな上わざわざわざじゃないからタクシー乗って <laughs> タクシー乗らんから高円寺行くぐらいだったら自転車で行けるから <laughs> シャリ乗るんかい結局シャリ乗るんかい <laughs> うるせえないいですもう行きましょう、はい、逃げ帰るんだからえー、ラジオネームどんどんえクソ変態の駒場さんは <laughs> <laughs> このラジオを聞いて毎日のように 40%, 40増量したファミチキ食べますが、うんうん、2二人に会ってもそのことを一言もしゃべりませんよ。<laughs> 何が目的なんでしょうね。<laughs> いやそ想像で言ってくだけだからなこの人想像だからじゃこんいくとこまで言ってんなでも確かにラジオとか聞いてても言わなそうではあるけどね一番変態かもしんないですねなん。ちょっとやっぱ深掘りしたい人ではあるんでやっぱ駒場さんはねラジオネーム「おとといの2日後クソ変態である駒場さんは今ファミマに行き」 増量しないでくださいいつものファミチキくださいとキモすぎるお願いをしますクソ変態じゃねえかよ <laughs> 今までのね全部カロリー計算しちゃってるから,るからいきなり40%になられても困っちゃうよ駒場 <laughs> だってさ計算してるからずっといやこ,こういういじりされる人じゃないのよ、うん、すごいこの人格者でだから誰に対しても優しくてやめて 3, ?3 つ買ってその40%分切っていって 最後20%にするのかなそれで1個分になるわけですしゃってんだよそんな食ってんだそんなやってんだそんな食ってんだ1個とかじゃねえんだすごいそんどんどんいけないラジオネームひよってるやつきたああひよってるやつどうだマジラブのお二人さっきも言ったんですけど僕マンションの1階がファミマなので今サンドイッチ走って見てきましたありがとね この時間なんでサンドイッチも全然なくてごめんよ <laughs> チキンとチャーシューのトルトヒアだけあります力になれずすみませんごめんねいいやつすぎるよこいつ本当ごめんねほんといいやつすぎるな,なんか送ってあげたいよずっといいやつだないってるやつなんかあげていよ逆にその40%増量したなんかファミチキおごるよひよってるやつ言ってあの会いに来てちょっとごめんねこっちから行くのがなかなか俺、うん、らが買ってくるよな,なかなか 行けないからちょっと椅子とか座っていいから椅子とか座って待っててもらって俺らが走ってファミマ行ってくるからそうねちょっともうちょっと状況落ち着いたら全然出待ちとかいておごるから全然大丈夫うんうんごめんもうもうもう行かなくていいからなうんうんありがとねありがた助かったねゆっくり寝てね冷えてるやつねえラジオネームピペルピー増量されたサンドイッチ見てきましたありがとうね言い過ぎなんですけど雑誌くらいでかかったです 見てきたって言うのから嘘です僕は何も取り柄がありません <laughs> 防女性はる防女性だかだ防除するなってだこ,いつこっちから言えないようにするなっていらんのよいらんのよ最後の一文おめえ何,の何もできねえなって俺らに言わせてくれよ<イ>僕は何も取り柄がありませんっていうその <laughs> そんなことないよないそ言うなそんなことすごいうんうそ分かってるよこっちもその雑誌くらいでかくはないよ当う雑誌っていうチョイスももう絶妙じゃない なんかこう気取ってなくていいよすごくピピルピこれちょっと注目したいなピピルピにピピルピなひよってるやつとピピルピごめんねホントもうあと十数分で終わるから寝てねホントありがとうねお前寝た方がいいよピピルピお前みたいなやつはお前みたいなやつはとか言うなよじゃあ寝てお前みたいなやつはお前いなやつお前はさ お前たくさん寝てたくさん食ってさ何の <laughs> <laughs> 悩みもなくさ行きこう寝ないんですか<そ>寝ないからおかしくなってるから個人的に情報ないんですけど何歳とかもこれ何にもないんですよ何歳とかああ何年けどお前のことさどこにいる人とかああいやちょっとピピルピーああ今日ぐらいゆっくりしてさあったかい風呂入ってさ <laughs> ああくつろいでさ <laughs> 何も考えずにさそんな本当に取り柄があるかないかはそういうのも分からないぼーっとしてさそんな判断やめてあげてくださいなぼーっとしてる撃ってちゃいいなよやめろよお前メールとか打つことはできてるんだからそんなそのやばいやつじゃないと思います好きな動画とか好きなアニメとか見てさまあそれはねそういい人生送ってくれありがとうねさあじゃあちょっと一曲あそうですね引き続きお待ちしておりますということで